剣道って小学校とかからあんまり馴染みがなくて、まあやっぱ剣持ってるんでかっこいいなって思って憧れたところから始めました。まあ、やっぱり中学の時に剣道をやってたので、でまあちょっとその弱い部活の中なりなんですけど、その中でもこう割と強めのところにいたので、ちょっと剣道や高校でも続けたいなって思って、でどうせ続けるならやっぱ強いところでやって、こう上位の方に上がって名前残したいと思って高校校に来ましたね。やっぱこう強豪校こういう感じなんだなっていう、本当に痛感させられたっていうか、こうやっぱ今までその本当に井の中の蛙っていうか、こう弱い高校の中では強かった、弱い学校中学校の中では強かった、強くてもこう広い世界に出てみるとこんなもう強い人たちがいるんだなっていうのを痛感させられました。そうですね、もう一言でまとめれば優しくて仲間思いですね。こう誰かがこう悩んでたりするともう何も言わずに相談に乗ってくれたりとか、本当に冗談も言い合えたり、こう学校生活の中でも結構仲良く話してたり、本当に仲間思いで優しい人たちです、はい。やっぱりこう剣道ってマイナーなスポーツじゃないですか、あんまり有名でもない。で防具とかも熱いし臭いし、であんまりいいことってないじゃないですか。やっぱそういうことを自分から進んでやることで、やっぱりこうなんていうんですかね、心が鍛えられた。今までの自分だとこうちょっとでも辛いことがあったりすると、あもう無理だってやめちゃったりするっていうことが多かったんですけど、やっぱり剣道を始めてもう合宿、辛い合宿とかもやっていく中で、やっぱり心がすごい鍛えられたなっていうのは痛感してます。やっぱりあそこにも書いてある通り全国選抜出場を目標に頑張っています。